武者事件。武者事件は、九百三十年、昭和五年十月二十七日に大日本、帝国外地台湾、台中収納工群武者（現在の南南魚県人愛号で起こった、台湾原住民による日本統治時代後期における、最大規模抗日放棄事件。原住民側放棄の直接の原因と言われているのが、九百三十年、昭和五年十月七日に、 日本人巡査が、現住民の若者を殴出した事件である。その日、巡査は同僚を伴って移動中に、村で行われていた、結婚式の主演の場を通りかかった。巡査を縁に招き入れようとモうナルダを、武者セデック族村楽の一つマヘボ社のリーダーの長男、タダオモーナが、巡査の手を取ったところ、巡査は、宴会の不潔を嫌うあまりステッキでタダオを叩いた。 侮辱を受けたと感じた忠雄は巡査を殴だした。この巡査殴打事件について警察からの報復を恐れた原住民側、特にモーナルダオが警察の処罰によって地位を失うことを恐れ、放棄を拡作したと言われている。そして放棄の背景として、日頃からの差別待遇や強制的な労働教室の強要、出役について、 現住民たちの間に不満が募っていたことがあったと言われている。1930年、昭和5年10月27日、武者セデック族マヘボシャヌ東木モ,モーナルダを中心とした6つの社、村の想定300人ほどが、まず、武者各地の駐在所を襲った後に、武者工学校の運動会を襲撃し、当時の工学校には、一般市民の日本人と台湾人、 現住民以外の現地人、イカ道の家族指定が集まっており、部族民は和装の日本人を標的として襲撃、結果日本人132人と和装の台湾人2人余りが残殺された。犠牲者は無残にも首を切り落とされるありさまであった。なお、現地の警察には、セデック後、ダキスの民、1908年から1930年、 セデック後、ダキスにアウィー、年マイナス1930年という、武者セデック族の警察官も二名いたが、彼らは、事件発生後にそれぞれ彼らの家族と共に自殺した。彼らは日本への義理立てを示す遺書を残したが、遺書は偽造されたものであるとの見解や、実は彼らが暴動を、死亡、先動、または、手引きした、させられたとの見方もある。 後期の連絡を受けた中流日本軍や警察は武力による鎮圧を開始した。日本側は2日後の10月29日には早くも武者を奪回した。武者セデック族側は山にこもり、武者襲撃の際に警察から奪った武器弾薬を使って抵抗した。11月1日の戦闘では、ボート側は日本側に抵抗したが、指揮を取っていたモーナの次男バッサオが死亡。 11月初めには、モーナルダオが失踪。日本側は、新日派セデック族や、周辺のショシゲル部族、アジカタシゲルと呼ばれたを動員し、11月4日までに、ボート側部族の村落を制圧した。モーナの失踪後は、長男のタダオモーナが、放棄制の戦闘を指揮したが、12月8日に、タダオも自殺した。12月中に鎮圧軍は、現地の治安を完全に回復し、 戦闘は終結した。日本側は、大砲や機関銃、航空機などの兵器を投入し、ようやく合同部族を制圧した。毒ガス弾の使用については、諸説があり定まっていない、口述。安治方タ・シュゲルの戦闘員たちに対しては、敵・シゲルの主給と引き換えに、日本側から懸賞金が支給された。この措置は、 日本統治下で禁止されていた首狩りを許可するものであり、検証金の対象は、敵、シゲルの想定のみならず、一般市民まで含まれていた。この措置は原住民部族間のみならず同族、セデック間での生産な殺し合いをも助長し、口述の第二武者事件の発端にもなったとされる。戦闘の中で、 敵茂る700人ほどのボートが死亡もしくは自殺500人ほどが投降した。特にモーナの魔兵母舎では想定の妻が戦闘の中で全員自殺する事態となった。一方、鎮圧側の戦死者は日本軍兵士22人、警察官6人、味方茂る21人であった。相当戦で戦死した日本軍人、味方茂る兵士は靖国神社に祀られている。 翌1931年、昭和6年1月、台湾総督、石塚映造、総務長官、瞳次郎、刑務局長、石井田もず、台中州知事、水越孝一が事件の責任を取り辞任した。1945年、昭和20年、第二次世界大戦の敗戦による日本統治終了後、国民党政権下の武者で防空壕建設が行われたが、 その際に、旧駐在所武者分室の跡地から三十数体の白骨死体が発見された。事件当時の当事者回送録では、この死体は武者事件の際、日本側の投稿呼びかけによって投稿した放棄部族が処刑されたものだと主張している。この白骨死体発見が契機の一つとなり、武者山法高日記,に記念碑が設立された。中川。 1980では、ビラン製毒ガス兵器、類サイトを投入したとある。また、台湾の教科書では、鎮圧の際に、致死性の化学兵器も用いたと記されている。その根拠としては、1930年11月3日に、台湾軍司令官が、陸軍大臣宛に、兵器送付に関する件として、半島の大比区域破断外を有する森林地帯なるに管理。 ビラン製陶火弾及び三方弾を使用しど支給その交付を希望すと打電した記録による。一方、日本統治下における台湾民族運動史線102ページでは、日本軍は催涙ガスは使用したが、毒ガスは日本兵にも被害が及ぶ恐れがあったため、使用されなかったとする。図説台湾の歴史118ページでは、毒ガス使用の有無については今に至るまではっきり、 していないとされる。1931年、昭和6年4月25日、放棄に組みした後に投降した武者セデック族生存者、ホホシゲルと呼ばれたを、タウツア社、タウツア社は、セデック族と対立しており、アジカタシゲルとして、日本に協力したが襲撃し、216人が殺され、生存者は298人となった。 襲撃側のタウツア社の死者は一名であった。これを第二無者事件という。無者事件の後始末で警察が、アジカタ・シゲルから銃器を回収する寸前の出来事であったが、当時の警察官から警察がタウツア社に襲撃をそそのかしたとの証言がなされている。タウツア社への処罰はなされず、逆に放棄不足の土地を与えられることとなった。 1931年、昭和6年5月6日、最終的に生存したセデック族保護シュゲルは、北高系中流域の川中島、現在の清流と呼ばれる地域に強制移住させられた。ここで生存者ら家族は、警察からの指導のもとに生活した。強制移住後も放棄参加者への警察の取り調べや、投獄など、責任追及は続いた。 反乱に組みしなかった武者セデック属各社に対しても反乱協力者として投獄される例もあった。こうして最終的に放棄有責者として三十八名が逮捕投獄された。当初警察はこれらを毒殺により処刑しようとしたが担当医師から毒薬注射を拒絶された。三十八名は留置処分となったが逃亡を図り殺害された一名の他全員は1 9 3二年。 昭和7年3月までに留置中獄死した。川中島への移住者には当局からの援助があったものの、労働力の不足やマラリアに苦しめられ、移住から2年後には人口が3分の2まで減ったという。ただしその後は持ち直した。事件前から武者は台湾総督府によるリシゲル政策の先進地域であった。事件前、 台湾総督府によるセデック族統治政策は一定の効果が上がっていた。かつては首狩りを恐れられていた、セデック族からの襲撃事件、シゲルガイと呼ばれていたは1929年、昭和4年には年間死傷者が5名まで減っていて、また教育も普及が進んでいた。当時日本の植民地支配に対し抵抗をしていた台湾民衆党は事件を機に、 ディ・シゲル政策の改善や警察政治の改革を訴えた。左派運動を展開していた台湾共産党も当局を批判したが、当時の台湾観族住民側は、無者事件そのものには関与していないとされる。全国大衆党の衆議院議員であった川上上太郎と河野筆川法対して事件を調査し、1931年、昭和6年6月に全国大衆党は、 帝国議会で当局の対応を批判した。昭和天皇までもが、事件の根本には、原住民に対する部別があると、漏らした。台湾総督府は、事件後、原住民に対する政策の方針を修正していく。原住民に対する同化教育と同時に、敵農地区への定住化と米作の普及が試みられ、成果を上げた。無者事件の生存者が移住した、川中島や、 無者でのダム建設のため、立ち退きをさせられた人々が移住した中原、川中島に隣接は、稲作的地であったため結果的に、農業生産性が向上し、住民らの生活は、以前よりも、豊かになった。また、天皇と帝国に対する忠誠を示したものは、日本人同様に検証されたので、太平洋戦争、大東亜戦争時の高砂義勇隊には自ら志願。 して戦地に赴いた、原住民が多く存在した。一説によると、武者事件での山岳戦で、セデック族がとても強かったため軍部が、高砂義勇隊の創設を着想したとも言われる。こうした事例は、映画、サヨンの鐘にも描かれ、公民化教育の成果として歌われた。当時の日本社会においては、台湾原住民の存在自体が熟知されておらず、雑誌等に、 興味本位にその風俗などが描かれる程度であった。武者事件は台湾総督府に対しては強い衝撃を与え、原住民統治の抜本的な改革を迫るものであった。第二次世界大戦後、日本に代わって中国国民党が台湾を統治するようになると、抗日教育が行われるようになった。そのため台湾では武者事件は日本の圧政に対する 英雄的な抵抗運動として高く値されるようになり、放棄の指導者たちは、抗日英雄と称されるようになる。武者にあった、日本人の殉難記念碑は破壊され、放棄の参加者らを称える石碑が建てられた。武者では、毎年、武者事件の遺族らが参加して、放棄側部族の犠牲者を追悼する、追試祭,祭典が開催されている。1990年代以降、民主化の過程の中で、 台湾市への再認識がブームとなり、原住民文化への再評価が行われるようになると、今度は、無者事件は、原住民族のアイデンティティをかけた戦いとしてくらい、付けられるようになった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。